ございます。今日は5月の14日、月曜日です。無事アリゾナに帰ってきました。昨日ちょっとビログ撮ってないんだけど、車はちゃんとねトーイングって言って、荷台に乗せ、荷台っていうかトレーラーをユーホールっていうところで借りて、の上に車を乗っけて無事ゆっくり帰ってきました。特にね別にアクシデントもなくゆっくり帰ってきたので無事帰ってこれましたね。はい、ということで今日からね車の、清掃兼なんていうの、修理、修理まではいかないけど、ちょっと直すところが結構あるので、中身の方はね先生にお任せして、私はちょっと内装とかをこうゆっくりきれいにしていこうと思うんだけど、で今ねダラツリーに行っていろいろ掃除用具を買ってきました。ブラシだったり、こういうスプレーボトルだったりいろいろ買ってきたので、後でやるんだけど、その前に先にもうお昼ご飯の時間なので、カールズジュニアが帰りにあったのでサラダ買ってきました。めっちゃ美味しそうじゃない？なんかこんなにしっかりサラダがあると思わなくて、カールズジュニアに。最近はねアメリカのファストフードもこういう風に、ちょっとヘルシー風なね食べ物も売ってるからいいですね。はい、ということで先にご飯を食べようと思います。ご飯食べ終わったので、ではもうね片手にグローブをつけたので、両手だけどねつけたので、綺麗にしていきます。でこのシートを全部まず取り外して、ちょっと私の靴が汚いからねすごい汚いんだけど上の天井とかも全部、床とかも全部綺麗にしたいし、このシートがかなり汚くて独特な匂いを放ってるので、臭くないんだけど分かるよね、なんか人ん家に行った時のみたいな感じで匂いがついてるから、それはちょっとね嫌なので、とりあえずシートを全部外していこうと思います。シートを、後部座席のシートとりあえず取り外しました。結構大変だったんだけど、シートが重くてね、持てたから全然いいんだけどね、車の前に置いてあるけど、これはちょっと後で綺麗にするんだけど、先にちょっとね靴が汚いから、今汚いけど、ただいまこんな状況でございます。ここのプラスチックカバー、この黒い部分も全部取り外さないといけないっぽくて、っていうのも前のオーナーさんがここになんかテレビみたいなのつけてたんだけど、もう壊れてるからそれを外さないといけないんだけど、ケーブルが全部こう、なんていうの、こういうケーブルがね全部下に巡り巡っていってるわけですよ。なんかそれを取んなきゃいけないから危ないからね、そのままなんか切って置いとくと危ないから取り外したいんだけど、それにはこの床も全部外さなきゃいけなくて、基本的にもう全部外したいんですよね。すっごい汚いよ。ちなみに今ね、シートの、前のシートのカバー外したらね、すごいいっぱい出てきたよ。見てこの汚さ。2003年から積もりに積も、多分ここまで外してきれいにしてないと思うから、積もりに積もったこのゴミやらオイルやら、お金も落ちてるしね、お金いっぱい落ちてるしね、多分1ドル以上はありますね。もう1ドルありましたね。クォーター4枚あるから、ここと、あそこにも1枚あるし、あっちにも1枚あるしあそこにももう1枚あるし、すごいなんかお金いっぱい発見の、ペニーもいっぱい落ちてるし、そんな感じで今、そう、このね、ここにこういう風にカバーしてあったんですよ。でそれを今外したらこんな感じになったので、掃除はちょっとこれからするけど、先にこのカバーを、ここにね全部ついてるカバーをこうベリって剥がしたいので、これは外さなきゃいけないんだけど先にすごいなんかもう初めてなんだけど、こんなことになるとは思わなかった。でも結構私楽しんでるんでいいんですけどここのねボルトがねちょっと取れないので、先生にやってもらうか、機械でブブブってやるのがあるんだけど、ちょっと怖いからそれはちょっと先生にやってもらうんだけど、今仕事中だからちょっと今手が離せないらしいので、ちょっとできるところからやっとこうと思って、とりあえずゴミを回収しようかな。大きいゴミをねちょっと回収しようと思います。全部取れました。超広いすごい綺麗にしやすくなったのでお掃除します。ひとまず掃除が終わってこんな状況です。今もうすごいでしょ。ちょっと扇風機がうるさいんだけど、天井を綺麗にしてて今扇風機で乾かしてます。で天井も綺麗になって、あとそこのプラスチックのとこも終わったの で今ねドアを綺麗にして、先生がケーブルのことをちょっとやってくれてます。でね、ちなみに掃除に使ったのはさっきダラツリーで買ってきたこの
エルウェイズトータリーオーサムっていうこれなんだけど、液体の洗剤っていうのかな、なんかクリーナーなんだけど、なんか何でも使えるやつで、オイル汚れも大丈夫、コーヒーとかワイン、なんかオキシクリーンみたいな感じだと思うんだけど、匂いも全然ないし、本当になんか、あ、すごいね。グルー、糊とかも、ペイントとかも綺麗に落ちるし、ヘアダイ、あの染め粉とか、あと食べ物系、ガムとか、インクとか全部落ちるみたいなやつらしくて、なんでなんだろうね、わかんないけど。車にも使えるの で車のね、なんかカーウォッシュにも使えるから不思議ですけどね。まあこれをちょっと薄めて、いろいろここにね、何対何で割ってくださいみたいな、これには何対何でみたいな書いてあるんだけど、こんな感じでレモネードみたいなのをね、2つスプレーにやって、でブラシでこすりながら掃除してます。すごい汚い水がね出てくるので、まあでもそれぐらい汚れてるってことだからね、綺麗になってるのでいい感じです。でシートはね、このシートカバー前のオーナーさんがつけてたんだけど、これはまあ取って、今これ1個取ったんだけど、こっちは綺麗なんだけど穴が開いてたりしてるから、まあそれはちょっとまだどうするか考えてないけど、まあシートは全部綺麗にしたいから、ここだけね、なんかここはなんかウォータープルーフみたいなんだけど、ここは生地っぽい感じだから、こんな感じでかなり汚いからね、シートはまだ全然手つけてないので、カップホルダーもめちゃめちゃ汚いから、とりあえず今は内装を綺麗にしております。ただいま時間8時31分でございます。もう超疲れました。ちょっとね、暗くて全然見えないと思うけど、ちょっとまだあれは乾いてないやつですね。あとでもね、もう結構綺麗にできたので、いろいろ戻しました。まあ床はちょっとまだ汚いってかで、暗くて全然見えないですねまあでも綺麗にできたので、まあ、床はまだなのと、あとシートがまだだから、それは明日続きをやっていこうと思います。ということで、とりあえず今日のお掃除は終了です。まあ、ちょっと今日は9時過ぎちゃったので、今日の夕飯は少し楽をさせていただいて、冷凍食品まだね、この2つだけ残ってたので食べようと思います。私はこのレモンペッパーフィッシュと、先生はバーベキューシーズンドステーク with ポテト。美味しそうだね。すんごいカロリー低くない？260キロカロリー、これで290キロカロリー。すごいね。しかもプロテインも結構 14g 入ってて、こっちはこっちは特に書いてないのか。まあでもまあね、冷凍食品だからね。はい、そんな感じでとりあえず作っていこうと思います。できました。なんか美味しいかどうかはわからないけどいただきます。はい、ということで、これからご飯食べてシャワー浴びて寝ようと思います。明日もね、いろいろ作業することがあるのでちょっとVlog的にはつまんなかったかもしれないけど、まあでも思ったより早く終わったので、ここまでできるとは正直思ってなかったから、正直椅子外してそれだけで終わるかな、椅子外して椅子掃除して終わるかなと思ったんだけど、逆に内装ってか、まあ他の部分できて椅子は逆にやってないから、でももうほとんど終わったし、明日椅子やって床掃除すれば多分終わりなので、あとはまあちょっとプラスチックのところが、黒のプラスチックのところが焦ってきちゃってるから、それ直したりとか、そういうのは先生がね、今日ね、お店行ってやってきてくれた、買ってきてくれたものをね、すっごいもう全然頭が働いてないもう一日中か、お昼食べてからずっと作業してて、もう腰も痛いし、なんかすごいね、メカニックな気分になりますね、あんなになんか車の中で作業してるとね。まあでも楽しかったので、すごい私的には結構楽しめてるので、明日も頑張ろうと思います。ということで、今日のVlogこの辺で終わりにしようと思います。また明日のVlogでお会いしましょう。バイバーイ。